オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学の時間です。映画監督、ドラマの監督もしてます鶴田のようでございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、私の代表作、本当にあった怖い話、略称本コアと呼ばれていますけれども、これのですね、中の私がおすすめする5つのエピソード、これが一番怖いよ、面白いよというものをちょっと紹介したいなと思っています。本当にあった怖い話というですね、この番組、このフジテレビのその本当にあった怖い話がいかにして作られるようになったか、そこら辺の話からちょっと話をさせていただいて、それからこの5つのエピソードの紹介にいきたいと思います。それでは早速授業を始めましょう。本コアとは何かという話ですね。これはですね、1999年の夏から放映が始まったものです。その当時はですね、2時間のスペシャルドラマという形で始まりまして、今年の2022年夏にも放映をされましたので、考えてみたらもう23年続いています。なんですけれども、最初の1999年の夏に放映された時はですね、黒木ひとみさん、稲垣吾郎さん等々のですね、役者さんが主演をしたオムニバスですね、5本のオムニバスで作られた単発ドラマだったんです。それが2004年に稲垣吾郎さんをですね、中心とした毎週1時間の枠で、フジテレビでは土曜日の夜7時からレギュラーシリーズになりました。第2シーズンは月曜日の7時からに変わって、2004年から2005年まで続きました。でこの時に本コアクラブという稲垣吾郎さんをメインとして、子どもたちが周りを囲んだバラエティーパートといえばいいのかな、が作られまして、私や私以外のディレクターが撮った再現ドラマ、その心霊現象を題材としたホラードラマですね、これをみんなが見て解説をするというそのスタイルになりました。今年の夏に放映された、2022年夏に放映されたものも同様の形になっています。で皆さん、フジテレビの本当にあった怖い話をご覧になっている方はですね、意外に知らないんですけれども、実はこの本コアはですね、原作があります。本当にあった怖い話というですね、コミックがありまして、今はですね、本コアというローマ字で書かれているんですけれども、昔は本当にあった怖い話というひらがなと漢字の題名だったんですけれども、それが今ちょっと本コアというローマ字の氏名に変わっていますが、いずれにしてもそのコミック誌の読者の方が、こんな怖い体験をしましたよと、お化けを見ましたとか、こんなちょっと信じられない超常現象に遭いましたみたいなことを書いて投書を送ってくると、それを漫画家さんが漫画にします。でこの本コアを原作としてフジテレビの番組が作られてるんですね。もっと言っちゃうと、フジテレビの番組が作られる前に、私がゼロから企画をして、つまりそのコミックの本コアを映像ドラマ化するというですね、企画をやった時はビデオ専用作品、これね、オリジナルビデオっていうふうに言ってもちょっと最近のことはよくわからないんですけれども、かつて80年代から90年代の頃っていうのは、レンタルビデオ店がいわゆるニューメディアと呼ばれていて、全国に1万2000件ぐらいあったんですよ。今ちょっとどれぐらいになってるんだか、ものすごい数減っちゃってるんですけれども、その要するにレンタルビデオ向けに作られた作品のことをオリジナルビデオというふうに言うんですね。ちょっとこれから略称で OV というふうに僕言っちゃいますけれども、その OV で作った本当にあった怖い話があります。でこれが91年から92年にかけて作られました。3作品あります。これをもとにしてフジテレビの本当にあった怖い話が1999年から始まっているという流れなんです。僕はその OV 作品で、今でいうところの J ホラーの元になるようなスタイルの、いわゆる心霊ホラーですね、そういう作品を僕は作り続けてたんですね。例えば角田次郎さんですね、恐怖新聞、後ろの百太郎の角田次郎さんの亡霊学級というですね、作品があるんですけど、それをOV で作ったりとか、あと小中千秋という結婚家のそのオリジナルで作った悪霊怪談、呪われた美女たちなんていう作品があって、そういう作品を90年代の間ずっと作り続けてたんです。でそこら辺がその影響を受けたという映画作家さんが出てきたんですよ。これがですね、中田秀夫監督で、脚本が高橋宏というですね、このお二人が1996年に女優霊という映画を作りまして、これが高い評価を得て、その二人がですね、今度鈴木浩二さんの原作のリングという作品をですね、映画化することになって、
大ヒットするわけですね。リングが公開されたのは98年の頭なの でその時に僕それまでその低予算のオリジナルビデオしか作ってなかったのにいろんなところから連絡が来るようになってまあその中の一社がフジテレビさんだったんですね。でそのフジテレビのプロデューサーから連絡が来てでいろいろ話をしたらそのまあ今そのリングがヒットしてこんだけその日本のホラーが注目されているからで自分はそのホラーものを前から好きでやってみたかったんで今だったら企画は通せると思うと。ただその時そのフジテレビプロデューサーが何やったりかわからないっていうお話だったんでね。でその時僕はちょっと例えば本当になったら話をテレビ化しちゃったらどうですかっていう提案をしたんです。でそれでおーって話になって企画書を作ってその時のフジテレビドラマ部の部長さんに提出をしたんですね。この実はそのドラマ部の部長さんというのは亀山千尋さんという方でまあ皆さんご存知と思いますけど踊る大捜査線もですね大ヒットさせたプロデューサーでもあるしフジテレビの社長を経て、まあ、今はちょっと何ですか BS フジだったかな社長ですかね。いずれにしてもまあ大変な方です。でその方は部長で僕とそのプロデューサーの2人は深夜の低予算ドラマを作るつもりで企画書を書いて亀山さんのところに持ってったらいきなり亀山さんがバカ野郎ってその企画書を跳ねつけたって言うんですね。まあそれは僕は実際に言ってないからわからないんですけどそのフジテレビのプロデューサーから聞いたんですけどバカ野郎って企画書を跳ねつけられた。あ、ダメかと思ったらそのバカ野郎これはゴールデンタイムにしろってその深夜ドラマの企画書で持ってったらゴールデンに切り替えろって言われてえっつってで話がちょっとさっきに戻りますけどその1999年の夏に放映されたその黒木瞳さんや稲垣吾郎さんや中山美穂さんがご出演の2時間ドラマが、まあ、作られたという流れなんです。まあ、これがとにかく当時視聴率が 18.8% 関東ですけどね高視聴率を取ったんでまあ当然パート2やろうっていう話になっていったという流れですね。でそこからまあ現在に至っているというところです。そんなフジテレビ版の本当にあった怖い話の中で私がこれは絶対おすすめだというですね。まあ私がというよりは皆さんが高い評価をしていると言った方がいいですかね。そんなエピソードを5つご紹介したいと思いますので聞いてくださいね。まずはですね5位から発表しましょう。5位なんですがタイトルは6番の部屋。2006年に放映された作品ですね。堀北真希さんと桐谷美玲さんの、ね、主演作なんですけれども桐谷美玲さんはこの時はまだほぼ新人でした。でこのお話はですね6番の部屋というのはカラオケボックスの6番の部屋のことを意味しています。女子高生のありさちゃんという女の子が学校のグループ仲良しグループでカラオケに行こうという話になるんですね。でただその仲良しグループとしょっちゅうカラオケに行ってるもんだから飽きちゃったんでちょっと誰か新しい人入れたいなって話になる。で、その時にガリベンタイプの美奈子という女の子がいるんですけどその子を誘ってみようということで誘ってみたら珍しく行くよって話になってでその美奈子を連れてカラオケボックスに行くんですけれども学校の近くのカラオケボックスがみんなどこも満員で入れないと。で何軒か回ってやっとたどり着いたカラオケ店の一部屋だけ空いてるんですよ。でところがねそこ空いてるんだけどその店員が勧めたがらない。いやでもそれでも歌いたいからって話でじゃあ分かりましたってことでそこに入る。これが6番目の。で最初普通にまあ楽しんでるんだけれどもどうもなんか怪しいんですよそこが。で特にその美奈子というそのまあ桐谷美玲が演じてるその子がなんかね妙なことになってくるんですよ。でとりあえずその日は楽しく終わるんですけれども数日したら今度は逆にその美奈子の方がカラオケ店に行きたいって話になってくる。でしかもその6番の部屋に行きたい。また行くんですけども行くとその美奈子というその桐谷美玲演じるところの女の子はなんかおかしい。でそれが要するに堀北真希演じるところのその有沙っていう子は気になっちゃっていろいろ気にかけるんだけれども美奈子はカラオケ店に引き寄せられているように行ってしまうっていうね。でそれを気になっちゃって心配してその有沙がくっついてって2人だけである日行くんですね。行ってみるとここでまあとんでもないことが起きるというまあ内容なんですけれどもまあ簡単なこと言っちゃうと、まあ、最終的に幽霊出てくるんですけど。この幽霊さんがですね超怖いフジテレビの本当だった怖い話というのはですね必ず作品を作る前に幽霊さん のオーディションやるんですよ。大体ね結構ね20人ぐらい会うかな実は毎回会ってるんですけどねこの時 その幽霊やってくれた女優さんが
見た目すごくとても綺麗な方で本当に魅力的だったんですけど、メイクテストをやってる時にいろいろこう、まあ、メイクをこう一番どういうふうにやったら怖くなるかなみたいなことをやりながらやっていくんですけど、ちょっとねいつもと違ってね異様に怖いんですよ。で、これは怖いぞってその準備段階で思ったんですけど、いざその実際その本番の撮影の時にね、完璧な要するに幽霊メイクでそのこう来てもらった時に、いやこれはやばいなという感じで、だからあの放映された直後やっぱりすごいあの反響がありましたよね。あの結構僕その気に入った女優さんというか気に入った役者さんで幽霊をきっちりやってくれた方って再登板をお願いすることがあるんですけど、ちょっと本当この方だけはこれだけになってしまったのはちょっと残念でございます。その時の事情はね、まあ何しろもう2006年なんで忘れてしまったんですけれども、とにかくあとネットで検索すると本当にいろんな人があれは怖かったってことを書いてらっしゃるので、これはねもう今回の5000に入れたいなと思いました。第4位、危機開会女子寮、2015年の放映作品です。これはあの水木有沙さんが主演で足立梨花さんが共演をしていますけれどもね、まあ、これかなり最近の作品なのでご覧になっている方も多数いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、前々からちょっと映像化したいなと思ってた作品だったんですけれども、なかなか機会がなくて脚本を書いて何年か寝かしておく形になったのかな。結構そういう作品も多いんですよ。でただこれ水木有沙さんがやりたいと言ってくださったんで成立したという。実は水木さんホラーものお好きみたいでそうなんですよね。まあそんなことでできた作品ですね。でこれは内容はどういうものかというと、やりたい仕事があったんですけどそれがちょっとうまくいかなかったある女性がとある会社での女子寮に泊まり込んで、まあ、ちょっと運送系なんですけどね、そこで、住み込みで働くことになるんですね。でところがそこの女子寮の入居した部屋がなんか怪しい。で畳が一部分冷たいんですよ。最初はねすごい薄い黒くなってただけなのが、日に日にそれが黒くなっていったりとか、だん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 部屋自体が寒くなっていったりとかですね、ある。でそれ以外にもなんか洗濯機が勝手に回ってたりとか、でその洗濯機の中に長い黒髪があったりとか、まあ、共同浴場ですけどお風呂に入りに行って鏡に曇りができるんですけど、その曇りが人の顔になっていたりとかですね、まあ、そういうことがどん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 起きていくと。でどうもここはおかしい。で特にその、まあ、水木さん扮するその主人公の入った部屋がどうも怪しいということになってくるんですね。同僚の足立梨花さんに相談して、その部屋に泊まってもらったりするんですけど、その泊まってもらったその足立梨花さん扮する同僚もここはおかしいって出てっちゃったりするっていうそういう展開になってくるんですね。この作品で僕やっぱりすごい一番魅力的だったのが、その畳に黒いそのシミができてそこが冷たくなってるっていうですね。でその畳にねこう黒いこうなんていうんですかね、丸いシミがこうできていって、そこが何かあるんじゃないかっていう、そこがこう魅力的だったんですけども、ネタバレになっちゃうからちょっと、まあ、あんまりこう言えないんですけど、まあ、幽霊さんがこう出てくるわけなんですけど、でその時に幽霊の今回もですねすごいオーディションをしてキャスティングをしたその幽霊さんがいるんですけど、まあ、はっきり言っちゃうとその役者さんの名前が鴨志田ひとみさんっていう女優さんなんですけども、この方がすごく優秀でこの鴨志田さんは本当にね見た目が美しいだけにメイクしたらすごく怖くなったし、あとやっぱりそのダンスで鍛えたっていうことがあるんでしょうけれども、体幹がしっかりしているその体の、まあ、芯がしっかりしている、だからそこからこっちに向かってきて歩いてくれって言った時にこうピシッとこう歩いてきてくれるんですね。幽霊さんとかってフラフラしてたり奇妙な動きをしてたりとかっていう風にイメージをされると思うんです。確かにそういう風に我々は演出するんですけれども、だけどいわゆる単純にフラフラをして歩いてきたら怖いかっていうとそれは怖くならないんですよ。有名な一番分かりやすいところで言うとリングの貞子って最後テレビを抜けてきた時に非常に奇妙な動きをしていますよね。あれはもう中田秀夫監督がもう本当素晴らしいアイデア思いついてやったわけなんですけど、逆回転でその要するに逆に動いてるものをその逆回転で撮影してああいう動きになって、でも貞子を演じたのは実は舞踏家の女性なんですよね。だから踊りのしっかりできる方がああいう奇妙な動きをで、しかもそれを逆回転で撮るっていうやり方をしたからああいう奇妙なことになってる。これ単純にフラフラしてる人を逆回転で撮っても怖くならないんですよ。
やっぱりだからそういうやっぱりしっかりしたその動きをでわざとあの奇妙な動きをしてもらうと、これがとても大切なんですね。ですからこの危機外科女子医療の時はその鴨志田ひとみさんというその女優さんがあのやはりまあダンスの経験もあるんであのこうきっちりこう歩く時は歩くしちょっと奇妙な動きをするんだとするっていうことをやってくれるんでやっぱり怖くなるんですよ。だから実は僕その鴨志田さんに関して言うとフジテレビの本校はその幽霊さんのオーディションもやってはいるんだけれどもやっぱりこれっていう人がいない時になるとちょっと鴨志田さんお願いしますみたいな感じであのお願いをして実はあの何本も同じ人に幽霊をやっていただいているという流れがあります。でこの奇技怪怪女子寮の僕が非常に魅力的に感じていたその畳にシミができていてそのシミがどん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 大きくなって黒い丸になってしまってそこがもう本当に奈落の底に行くような感じでそこから幽霊さんが出てくるというのがクライマックスにあるんですけれどもこれですね現場で実は、まあ、セットを作ったので畳のところに黒い丸を開けてで、セットを少し高いところに作ってその下からその幽霊さんにこうこれはまあ鴨志田さんじゃないんですけど、こう下からこう出てきてもらう黒塗りの幽霊さんにねっていうふうにしたんですけどこれがですねちょっとびっくりするぐらいに綺麗にできてて皆さんね CG だと思ってらっしゃるみたいなんですけどこれ全然 CG 使ってなくて本当にアナログな方法なんですよ。アナログにその黒丸のところから黒塗りの女性に出てきてもらっただけなんですね。自分も現場で見ててこれなんかすげえ CG みたいじゃんってみんながびっくりしてたっていうね本当にね、フジテレビに限らずもうずっと本当にやっとかい話には OV の時から基本アナログな方法で幽霊を作るっていうのが基本ルールというのかなところなんでそのフジテレビ版も基本はもうほとんど CG 使わないんですね。まあ、そんな中で僕は機械や女子寮に関してはそのお話的にも幽霊さんの出来に関しても非常に満足しているので4位として挙げさせてもらいました。では第3位誘惑ドライブ2007年の作品です。皆さんよく知ってるんじゃないかと思うんですけど誘惑の誘の字が幽霊の誘ですねで枠はまあその誘惑普通の枠なんですけれどもこれコミックの本当になった怖い話に、この誘惑ドライブというタイトルが載っていて当時ね僕だけじゃなくてフジテレビの関係者もみんなその原作のこの誘惑ドライブっていうのがその掲載されたらもう読んだ時にもうそのタイトルに惹かれちゃってこのタイトルいいよねっつってもうそれでもう映像化決定したようなところがありましてでもねお話もねすごく不気味なんですよ。大学生の3人組男3人組が寄せばいいのに雑誌に載ってた心霊スポットを巡ろうっていう話なんですね。でそれ車に乗ってその心霊スポット巡りをするわけなんですけれどもで踏切に幽霊が出るって踏切のとこ行ってみたりとかどこどこの廃墟に幽霊が出るとかって言ってみるでも全然出てこないわけですよ幽霊がね。である山道に行ってある、まあ、電話ボックスがあってそこに行くんだけどやっぱり幽霊出ない。でもしょうがねえなって話でその山道を夜中走ってるとなぜか夜中の山道で誰もいないのに女の子が一人だけ歩いてるんですよ。この女の子がどう見てもおかしいわけですよね。ニュースの増田隆久さんが主人公ですけどね、増田隆久さんが演じるところのその主人公の男子この一人だけはこいつおかしいこの女の子おかしいと思ってるんだけど残りの二人はその女の子を車に乗せてあげようよっつって乗っけちゃうわけですよ。で結局その4人でこう走らせるで走ってる間増田さん演じる主人公以外の二人はその女の子と会話をしてるんだけどでもその女の子一言も喋ってないの。その女の子は何にも言ってないのにその2人はなぜか会話をしているっていう状況になってて途中で自動販売機があるんでそこで車を降ろしてもらってジュース買うからって言うんだけれどもそのジュースを買うふりをしてそこでちょっと自分のよく知っている霊能力があるというその友達に電話をしてそれで今こんなことになってるんだけどなんとかならないかって言ったらいやその大変なことになってでも何しろその霊能力なら彼はその全然その離れたところにか助けようないわけですよね。でとにかくその強気に出て何とかしないといけないよって話になってその、まあ、言ってみたらその車に乗っかっちゃってる幽霊の女の子にその降りろっていう話をしに行くんだけどっていうちょっとここから先あんまり言い過ぎちゃったあれなんでこれがですね本当に女の子の幽霊が、まあ、これもうまくいったんですよとても。で島崎亜美っていうその女の子
女優さんなんですけど、初めて仕事をした作品なんですが、その彼女がその幽霊をすごくしっかり演じてくださったんで、まあ、とても怖くできました。実はだから本コア以外の作品でも島崎亜美さんには幽霊とかもしくはゾンビみたいなことになったりとか、なんかそういう役で散々出てもらってて、実は僕の作品に一番よく出てる女優さんになっちゃ今なっちゃってますね、まあ、とにかくそういうね、しっかりしたやっぱり芝居ができないと幽霊って実は怖くならないんですよ。でこの誘惑ドライブなんですけれども、その幽霊の演出がうまくいったっていうことが恐怖を盛り立ててる、まあ、一番のポイントではあるんですけれども、実はもう一つ大事なポイントがあって、このですね、主人公増田貴久さん演じている主人公以外の友達2人ですね、この2人が最初は普通だったのに、だんだん幽霊の女の子に、まあ、取りつかれるというか引き寄せられるというか、そっちの方にだんだんこう行ってしまうっていうね、ところのお芝居がうまくいってる、これがこの作品を怖くしているところのポイントですね。これ実は波岡一喜さん、ご存知だと思うんですけれども、まだね、当時彼無名に近い頃にこれ出演していて、いやすごいうまかったんですけどね、最初は普通に単なるまあバカっぽい大学生だったのが、その女の子と話をしているうちにだんだんおかしくなっていく、でしまいには喧嘩を始めちゃったりするわけですよ。そういうところの人物造形というかキャラクターの作り方みたいなところが、まあ、すごくうまくいった。でこれはね、三宅龍太がこれの脚本を書いていて、やっぱり三宅君のその脚本の作り方がうまいんですね。まあ、確かに幽霊さん怖いっていうのが一番恐怖のポイントではあるんですけれども、やっぱりそこに至るまでのその積み重ね、だから最終的に幽霊出てきてわーっていうふうになったりするんだけれども、そこに至るまでのキャラクターのその心理の変わり方とか周りの環境の変わり方みたいなことをこううまく積み重ねていった時にやっぱり一番怖くなるんですよ。第2位、真夜中の徘徊者、2003年の作品ですね。阿部寛さんが主演しています。これはだけどね、すごい再放送の回数が多いので結構皆さんご覧になってるんじゃないかと思います。阿部寛さん扮するサラリーマンですね、会社員が健康状態に問題があるということで、会社の寮に健康合宿って言えばいいんですかね、をすることになると。でこの時に同僚で塚地さんがいるんですけど、この塚地さんまだね、役者業を始めてまだ間もない頃なんですよ、この作品、ね、なんですけど、まあ、いずれにしてもその塚地さんと2人で健康合宿にこう行くっていうね、その合宿場に怪しい噂があるというですね、これ昔からある都市伝説でゾンビ看護師っていうのがあるんですよ。夜中に誰も乗っていないか、まあ、誰か乗ってる場合もあるんですけど、その車椅子を押した看護師が廊下を歩いてきて襲ってくるっていうですね、都市伝説というかそのまあ怪談話というのがありまして、まあ、それを元にしています。僕はもうゾンビ看護師は大好きだったんで結構力が入って、でこの話の面白いところっていうのは、最後にトイレに逃げ込むんですよ。でトイレに逃げ込んで個室に閉じこもってると、最終的にそのゾンビ看護師が諦めて去っていくと。でああ助かったと思うんだけれどもっていうちょっとオチがあるんですね。で、まあ、これはまあよく知られてる話なんで、まあ、ちょっと明かしちゃってもいいかもしれないけど、まあ、ちょっとまあ見てない人もいるかもしれないからまあ伏せておきますけど、まあ、そこでギャーってことになるんですけどね。でこのギャーっていうふうになる前の段階のところで、かつてこので働いてたその看護師さんが、まあ、不幸な亡くなり方をしていて、でその時にその婚約指輪、それを探し求めてるんだと、幽霊の看護師さんがね。だからその婚約指輪を返してあげればその去っていくんだっていう、そのまあちょっと設定になっているものですから、でその婚約指輪をその阿部寛さんが個室に閉じこもって自分が持ってることに気がついてでそれを扉の外にいる看護師に投げ返すというかね、いうことで解決させようとするんだけど、その時に手が滑っちゃって便器の中に落っことしちゃうんですよ。でその便器の中にその汚い便器の中に手を突っ込んでそれを逆さないといけないっていう、その芝居があるんですけど、これはね、僕実は阿部寛さんが主演に決まった時に、ちょっと僕が阿部寛さんだったらちょっとなんかそういうちょっと若干コミカルな感じもいいんじゃないかなと思って、その便器に落っこどすっていうそのエピソードを僕くっつけちゃって便器の水の中に手を入れるっていうところのアップを取りたいっていう話で、そしたらその普通のキャメルじゃ取れないからっていうことで、結果的に便器一つ買ってきてそれを真っ二つに切ってそこにこう水を入れて横から取れるという、そんな美術的な工夫までしてですね、結構お金かけて作って、非常に思い出深い作品なんですけども、いまだに再放送は
される機会がものすごく多い作品なので、まだ見たことない方はぜひ再放送される時がありましたらチェックしてください。じゃあいよいよ発表します。第1位顔の道、2009年のですね佐藤健さん主演の作品です。これを1位に選んだことに関しては異論は出ないと思います。これね、原作コミック、まあ、顔の道なんですけどね、タイムさんっていう漫画家さんの方がお書きになってるんですよ。フジテレビの本館の中で一番映像化されてる作家さんが多分タイムさんだと思いますね。タイムさんのお書きになった本コアが映像化しやすいというかね、原作読んでてね、これはちょっと映像化にしたいよねっていう気持ちにさせてくれるものがすごく多いんですよ。でその中でもこの顔の道っていうのは、道路の真ん中になんかでかい顔がブワーッとこう広がってるっていうビジュアルがありまして、それを見た時にいやこれやりたいよねって、その僕も思ったしプロデューサーも思ったし、みんながいやこれいいじゃんって話になって、それでこう作ることになったんですね。これが確かね、2009年だからちょうどフジテレビ本館10周年の時の、まあ、言ってみればスペシャル作品です。佐藤健さんと、そのこれは当時高橋舞さんですね、今は岩井堂聖子さんというお名前になってますけど、この二人のコンビが、ね、すごく良かったんですよ。大学生カップルで釣り好き でその釣り好きの二人が釣りに行きましたと。でところが佐藤健さんの、彼氏の方は免許持ってないんですよ。車の運転ができない。彼女の方だけが免許を持ってて、彼女の車で行ってるもんだから、だから彼女が運転できなくなるともうどうしようもなくなっちゃうわけですよ。そんな中でその釣りに行って帰り、夕方に帰ろうとして山道を走ってたら、突然彼女の方がいきなり眠いっつってで寝かしてくれっつって道路脇に車を止めて、車なんかほとんど誰も通らないようなところを突然止めて、それで寝ちゃうわけなんですよ。でその佐藤健さん その、主人公の彼はどうしようもなくなっちゃって釣りの道具の掃除とかなんかしてるみたいな感じよね。でただそのすぐ近くに誰も住んでないような家が、大きな屋敷がある。であともう一つ電話ボックスがあって、その電話ボックスを通過した時に一瞬何か見えたという話なんですけどね、まあ、あんまりこれお話らしいお話ないんですよ。でとにかくもうそこから動けなくなっちゃって、その彼がどうしようかなと思って電話ボックスに電話しに行くんだけど電話がつながらない。でその大きな屋敷の方を見たらどうも人がいるみたいなんで、その屋敷の方に行って屋敷の中で電話貸してくれませんかってことで行くんだけれども、何か怪しい音が聞こえて、で中の方に入っていくと、まあ、とんでもないものが出てきてっていうことなんですけどね。2階からとんでもないやつがこう降りてくんですよね。でそれを佐藤健さんがあーってこう腰が引いて逃げ出しちゃうわけですよ。でそれをそのいやいやちょ待ってください待ってください、でそのいやそこでまだ逃げないで、いやいやもう監督も僕そのあんなの来たのも怖いから逃げたいですって、いやそうするとお客さんが視聴者が怖がれないから、そこを我慢してくれるって言ったら、うん、分かりました。それでやっぱりそこはうまくて、逃げ出したいところをこううまくこう逃げないようにするっていう芝居をきっちりやってくれたから、やっぱり、ね、怖くなってるわけでね。これだからやっぱりね、役者さん幽霊が怖いっていうことは大事なんですけど、やっぱホラーもので一番大事なのはやっぱり役者さんのリアクション、役者さんがやっぱりどれだけうまいリアクションをしてくれるかで、そのホラー作品の怖さっていうのが決まってくるんで、だからね一流の役者が来るとホラーも一流になります。だからぜひね今一線で活躍されてる優秀な役者さんにはぜひホラーものにいっぱい出ていただきたいなというふうに思います。本当にこの佐藤健さんの顔の道を見ると本当にそれを感じますね。で最後の最後のところでその車に戻って、何もなかったんでもう帰りましょうやってことになるんだけど、そこでちょっとっていう、まあ、ちょっと僕のその一番の仕掛けがあるんですけど、まあ、顔の道というぐらいなんで本当に顔の道になるんですけれども、2007年頃だったか2年ぐらい前だったかの夏に、僕家で窓を全開にして自分の作った本稿を見てたんですよ。そしたら脅かしのシーンで窓の外からキャーっていう悲鳴が自分の家に入ってきたの。それであれと思って、なんだろう今の悲鳴なんて思ってたんですね。でその翌年の本稿はやっぱり夏に窓を全開で見てたんですよ。そしたら脅かしのシーンでキャーって悲鳴が入ってくる。これって誰かが、というか僕の住んでる町の人たちが本コアを窓全開して見てるんだなと思ったのね。それでありがたい話だと思った。
だからその顔の道を僕取った時にこれは絶対みんな悲鳴上げるよなと思ったから、実はこれ放映する時に僕その家の中にいないで外にいて、それでねビデオ回したんですよ、そのちょうどこれから来るぞっていうところで。でそのビデオがあります。せっかくなのでちょっと見ていただこうかなと思ってますんで、どうぞご覧ください。音量がねどうしてもこう低いから聞き取りづらかったかもしれないですけれども、聞こえたと思います、ひゃーっていう声がねあの本当にねこれはねもう監督冥利に尽きるというか、やっぱり映画館でみんなでこう見てる時って驚くだけじゃなくて笑ったりとか泣いたりとかっていうのがもうものすごく明確に映画館の方が分かるんですけど、テレビっていうのはそこはよく分からないんですよ。だけどこの本邦に関しては特にこの2009年の顔の道に関しては本当に明確にそれが分かったんで、だからテレビなのにまるで映画を作っているような気分になれて、こんなにありがたいことはなかったです。フジテレビ本邦5つのエピソードでございました。まあ、ちょっとこれ最後なのでね、ちょっと一言お話しすると、実は2004年から2005年にかけて稲垣吾郎さんをメインとした形になって、まあ言ってみればその反バラエティ化したので、あの時は不満がございました。世にも奇妙な物語的なねあのものになるのかなというふうに思っていたので、ただその時は僕不満があったんですけれども、結果として子どもたちがすごくいっぱい見てくれた、あとファミリーでも見てくれた、そのことによってすごく幅が広がった部分がありました。でそれと当時2004年2005年の時にその子供だった人たちが、もう今は大人になってきてると、でそういう人たちが本コアを見てそのいわゆる J ホラー入門的な体験をしているので、ですから2020年のね稲垣村がヒットをして、そこからJホラーが再燃が始まっているというふうに今ちょっと言われてるんですけれども、 J ホラーをの再燃の種火を実はフジテレビの本当にあった怖い話っていうのはずっと灯し続けてきたんじゃないかなというふうに私は思います。ですからいわゆる映画人の方、映画ファンの方からしてみると、テレビの反バラエティ番組じゃないかというふうに思ってあまり重視をしてくれてないかもしれないんですけれども、僕はフジテレビの本当にあった怖い話というものがあったことでまた新たなJホラーの観客を映画館に呼び込むことができているんじゃないかなというふうに僕は自負しております。実は私は2016年を最後にしてフジテレビ本邦の現場の方から退いております。この短編ドラマをですね200本以上作っててそのうちの6割強を僕が撮ってたんですよ。であとまあ僕も実は還暦を過ぎまして、まあそろそろもう若い者に任せようかというですね、気持ちもあったりとかして、基本的には現場から退いております。ということで以上テレビ本当にあった怖い話5つのエピソードですね、お伝えいたしました。よろしければコメント欄に皆さんが好きな本邦エピソードを書いてもらえたりすると嬉しいです。で明日ですね、フジテレビ本邦の原点であり私の出世作であるですね、オリジナルビデオ版の本当にあった怖い話について解説をしたいと思います。それではまた次の授業でお会いしましょう。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。